はい、どうも、ふめだおです。今回ですけども、ユキエル、どこまで育成するべきなのかというところとですね、スキル別の使い方講座、ということで、まあ、がっつり、一本立てでね、やっていきたいなと思っております。はい。というところでですね、ユキエルどこまで育てるべきなのかということでやっていきたいと思います。まあ、これ、育成早見表、の、まあ、内容になるんですけども、ユキエルは一番上におります。まず、難易度は難しい、マジで難しいんで、まあ、初心者の方なんかは、まあ、ちょっと使いこなせるには、かなり時間かかるんじゃないかなと思います。ただ、コイン稼ぎ力はめちゃめちゃ強いです。で、しかもスキル1からですね、まあ、実は結構強いと。いうところです。で、スキルマックスだと1分超えて3519枚で、スキルマックスまでの、必要積む数が36体と、なっております。スキル1の強さね、×ってそう書いてたんだけどね、スキル1ね、まあまあ強いっす。ただ、使う人をかなり選ぶんじゃないかなというふうに三角にしときます。はい。で、最低育成レベルということで、まあ、最低限育成しておきたい、スキルレベルですけども、まあ、4まで行くとね、まあ、だいぶ強くなります。4でも平均8000とか、まあ、8000ぐらいですね。8000行くか行かないかぐらいの、平均で、ございます。で、育成不要レベルということで、まあ、スキルマックスまでそもそも育てるべきなのかというところなんですけども、まあ、5まででいいかなと。5と6はですね、まあ範囲はそこまで変わらなくて、降下時間コンマ5秒短いっていう、まあそこの違いしかないんですけども、まあわざわざね、6にする必要はないかなと思います。はい。5で、基本はほど足りているかなと思いますね。まあちょっとね、まあ、40職業月資3回が間に合わないとか、そういう方はスキルマックス、まだ育てるのはありかなとは思いますけども、まあ、基本的にはこんな感じかなと思います。で、まあ尾行のところに書いてありますけども、サブツムが見づらいとか、まあ、難易度高いっていうのが、あります。で、あとはマイナス 30% 程度っていうのが、まあ、コイン補正値というところになってます。なかなかね、ユケルはね強いんだけどね、難しいっすよね。はい。で、ございますけれども、まあ、スキッチケ使わなくていいと思います、このツムは。っていうのもですね、復活率結構高いです、このツム。なので、まあ、スキルチケット使う価値はないかなと。まあ、そもそも難しいのもありますし、っていう感じです。はい。では、続きですね、使い方講座、低スキル編と、スキル5、6、まあ、マックス編。の方ですね、引き続きやっていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行きましょう。では、使い方講座やっていきたいと思います。まずはね、スキル1、スキル2、スキル3、でのやり方になります。スキル4、5、6に関してはですね、まあ、ちょっと、やり方がまた変わってくるかなと思いますので、また別途、紹介したいと思います。はい。まあ、まず先行してですね、スキル1、スキル3の、まあ、低スキル帯でのユキエルの、使い方講座になります。まあ、ユキエルはですね、低スキルから、まあ、実はめちゃめちゃ強いです。まあ、ただ難易度はめちゃめちゃ高いんですけど、そう、まあ、実は強いんですよっていうところは、まあ、ちょっと知っておいてもらいたいなと思います。どうやって使うかっていうと、まあ、基本的にはですね、まあ、35消去以上を2回するっていうのを、まあ、スキルで やってもらいたいって感じですね。で、低スキルだと範囲が狭いんで、基本的にはまあ3分割かな。で、まあ範囲が少ないので、まあ、ちょっとね、チェーンもですね、まあ、3チェーンとか4チェーンとか、まあ、3チェーンとかではなくて、まあ、4チェーン、5チェーンと、まあ、少しね、長めにチェーンできるところを探しつつ、やっていかないと、まあ、消去数のビズで、うん、まあ、なかなか辛い感じになっちゃうのかなと思います。で、まあ、この盤面、まあ、次の、ここ、まあ、じゃあ、例えば、ここですけど、今これ左、これだったら、自分だったらですね、この左のユキエル、右下、まあ、これ、多分ですけど、ここなぞって、ここ、ここなぞって、ここかな。
自分ならそうなぞりますね。ここ、ここ、ここですね。で、これが実際どうなぞってるかわかりませんけれども、ああ、2回でいっちゃうんすね。あ、でも2回で39出るなら、まあ全然2回でもいいかもしれないですね。今も3分割ですけど。はい、こんな感じです。40消去とか、まあ、2回とかやればね、まあ意外とね、スキルも回っちゃうんで、回ってしまえばね、コインも稼げるんでということで。これは多分2分割かな。多分ユキエル左右ですね。この左下と、あとは右から、左斜め上に、なぞっていくんじゃないかなと。だよね。はい。いや、強いね。うわ、ミスってる。っていう感じで、ちょっとね、分割してやるとですね、3分割ぐらいしてやると、消去数も安定してくるのかなと。40消去弱ぐらいは いけるようになるので、まあ、それでですね、コインを稼いでもらうと。いう感じかなと思います。はい、では、スキルマックス、まあ456ですね、の方の解説やっていくんですけども、まあこれはですね、もう単純に、もう2分割消去ですね。まあ基本対角に3チェーンずつやればいいかなと思います。はい、3、4チェーンですね。2回やるって感じですね。で、大積が来ると、消去数が上がるんですよ。それはですね、うまく、利用するとですね、そのチェーンだけで大消去狙えるんで、それやった方がいいですよ。これ、こういう隅に来るとね、ちょっといやらしいんですけど。こんな感じですね。ただね、ユキエルがね、見づらすぎて、まぁ、ちょっとね、そう、なぞるのに躊躇しちゃう。まぁ、今回で言うと、このピクサーランプ。まあ、これがちょっとね、見づらいよね、って感じですよね。ユキエルはね、白い積むと相性が悪いと思ってます、個人的にも。はい。という感じですね。まあ一応こちらもスクショ取ってどんな感じで消すかっていうのをまあ予想しつつやっていきたいなと思いますけども、次でいいか。これは真ん中ですね。ああやってデカ積む、大積むはですね、使うといいと思います。これ悲しみ真ん中ドカンですね。意外と2分割でも、これはスキルマだからか、そうか、2分割で全然いいんだ。こんな感じです。これユキエル、ユキエルだと思いますですね。はい、という形でですね、スキルマのまあ使い方講座になります。まあ分割する数を、1つ減らすみたいな感じですね。3だったものを2にすると。まあ、場合によってはですね、3にしても問題ないんですけども、まあ、基本的には、2分割消去ですね。対角にやっていくといいと思います。はい、ということで、まあ、他にもね、まあ、一応天井消しっていうのがあって、まあ、自分はですね、それやると安定しなくなっちゃうんですけども、まあ、例えば3回こう、消去した後、に時間に余裕あれば天井消しになってみるとか、そういう形でちょっと練習しつつやってみてもいいかもしれないです。はい、まあ、自分はもうちょっと諦めムードで、普通に天井消ししないでやった方が効率がいいっていうか、まあちゃんと稼げるのでっていうな感じでございます。まあ今現在ですね、ユキエルのセレボ、来ておりますので、後悔のないように、してもらえたらなと思います。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。